訓練中の戦闘機 F-35A の事故原因について、韓国空軍から発表があったようです。何か隠しているような言い訳のような発表内容で、疑問が残ると言われています。そもそも、戦闘機 F-35A は、定期的にメンテナンスをしていたのでしょうか。というのは、アジアの整備拠点である日本での整備を拒否しているからなんですね。なぜ、経費をかけて、わざわざ遠いオーストラリアまで持っていくのか、大きな疑問です。事故機を修理するのかも気になるところですね。さて、今回は、この戦闘機 F-35A の事故について見ていきましょう。韓国空軍によると、2022年1月4日に発生した訓練中の最新鋭ステルス戦闘機 F-35A ライトニング2が、多田機を南道の水山基地に胴体着陸した事故について、バードストライクが原因だったという発表が、3月3日ありました。訓練飛行中だった F-35A は、清洲基地を離陸、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で、飛行中に、機体の左側のエアインテークにワシが衝突したらしいということでした。エアインテークから吸い込まれたワシは、ウェポンベイとの間にある遮断壁まで突き破り、戦闘機内部まで取り込まれたため、電子系統の異常により着陸装置が作動せず胴体着陸したことが分かったのです。ウェポンベイ内部に着陸装置を作動させる油圧パイプや電源供給配線があるのですが、ワシと衝突したことで損傷し、ランディングギアが作動せず、車輪が出なかったと結論付けています。また、調査の結果、バードストライクで破損した箇所以外に、戦闘機の欠陥や不備、パイロットの操縦による過失はないと説明しており、飛行再開にあたっては、パイロットや整備士に注意喚起と教育に努めるとしているようです。F-35A の製造企業のロッキード・マーティン社などと共同で、正確な事故原因を調査し、機体内武装積載室に衝撃が加わった時の衝撃を最小限に抑え、ランディングギアの正常作動、補助作動システムが独立する構築案を協議する計画とみられていますね。韓国空軍関係者のバードストライクの衝撃の大きさについての説明では、燃料を搭載して20トンを超える航空機が、10キログラムの鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算すると約30トンということでした。しかし、F-35 戦闘機自体が何かに衝突した場合、搭載燃料などの質量が関係するにしても、今回の場合は、10kg の鳥類が、時速 900km で衝突したと説明するべきではないかという指摘があるのです。朝鮮日報によると、F-35 の時速は 900km とか。この事故については、多くの同じ内容の記事が報じられていますが、日本のネット上では、不自然な点が多くて信憑性に欠けるという指摘もあるようです。F-35A 戦闘機はエアインテークの後ろにウェポンウェイがあり、その後ろに着陸装置があります。本当に 10kg のワシが時速 900km で衝突したのなら、その衝撃で機体が損傷することはあっても、ウェポンウェイのさらに後ろの外側にあるランディングギアが作動不良になるとは考えにくいというわけでしょう。時速 900km もの速度で衝突したワシの重量が 10kg だったというのは、どんな状況で判断ができたのでしょう。本当にワシがいたのなら、鳥と認められないほどバラバラになってしまったと思いますよ。鳥が時速 900km で飛ぶのかという基本的な疑問はスルーしておきましょう。発表によると、機体の左側のエアインテークにワシが衝突したということです。内容に誤りがなければ、ウェポンウェイには、射撃訓練用のミサイルが積み込まれていたのでは？ワシは、このミサイルを越えて、さらに、後ろのランディングギアまで到達したことになります。仮に、取り込まれたワシが、ランディングギアまで到達し、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線を損傷させ、ランディングギアが作動しなかったのなら、主翼下の格納庫も開かなかったと考えられます。そして、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷して、ランディングギアが作動しなかったのなら、手前のウェポンウェイの開閉も不可能で、ミサイルを抱えたまま、胴体着陸をしたことになるのです。パイロットの命を尊重する軍隊において、
ミサイルを抱えた機体が胴体着陸するわけがありませんよね。ミサイルを収納していたと仮定してミサイルを廃棄できないのであれば、危険回避のため機体を海中に落とし、パイロットには緊急脱出を指示するはずですが、危険な胴体着陸したのも疑問が残ります。中央日報によると、事故当日 F-35A 戦闘機を操縦していたペ少将は、突然ドーンという音を聞いたので計器板を点検すると、操縦桿とエンジンだけが正常で、他はすべて作動しておらず、通信も途絶えたと報じています。F-35A は、搭載されたすべてのセンサーの情報がひとまとめに処理されています。戦闘機の電子系統が作動していなかったのなら、ウェポンウェイの開閉扉やランディングギアも作動しなかったと考えられるのです。今回の F-35A 戦闘機は、ランディングギア3つ全てが作動しなかったようで、このような状態で滑走路へ胴体着陸するのは非常に危険です。胴体着陸は、場合によっては、転覆したり傾いたり、激しく損傷したり、火災が起こり、操縦士が死亡する危険もあります。この事故での操縦士は負傷せず、歩いて出てきたそうですし、操縦桿とエンジンだけが正常だったと見られる状況で、不幸中の幸いだったのかもしれません。着陸時の火災に備えて、空中で燃料を空にしなければならないのですが、それについても報じられていないので、どんな状況だったのかはわかりませんね。ペ、少将は、後方装置が作動していない中で、F-35A 戦闘機が内陸部に墜落するのを防ぐため、両目で海岸線を見ながら飛行したと言ってるんですが、なぜ、この時点で緊急脱出しなかったのでしょう。ペ、少将は、機体を放棄して非常脱出するべきであったという声も一部ではあるようです。機体にバードストライクの跡があったそうですが、事故発生から2ヶ月も経ってからのバードストライクというのも疑わしいとしか思えませんね。本当にあったのならば、なぜすぐに発表しなかったのか、不自然です。事故当初、ペ少将はドーンという音を聞いたと言っていましたが、何の音だったかは報じられていません。ワシが衝突した瞬間の音だったのでしょうか。事故原因については、いろんな意見がありますが、事故機が定期的なメンテナンスを行っていたのか、今後、どこで修理をするのかも気になるところです。というのは、最新鋭戦闘機 F-35 が世界各国で運用されるようになったので、多数の製造拠点が必要になったのです。現在設置されているのは、アメリカのロッキード・マーティン社のフォートワース工場以外では、日本とイタリアの2カ国のみです。日本では、名古屋に、三菱重工業の F-35 最終組み立て検査施設 FACO があり、アジア太平洋地域の国際整備拠点 MRO&U となっています。F-35 ライトニングは、一定時間飛行したら、機体を分解、整備するメンテナンスを受けなければいけないことになっています。このメンテナンスを行うために設置されたのが国際整備拠点 MRO&U です。各種性能の維持やブラックボックスなどに触ることが許され、メンテナンス、修理、オーバーホールアップグレード作業を行えるのはロッキード・マーティン社と国際整備拠点 MRO&U のみで、アメリカ本国以外ではイタリア、日本、オーストラリアに設置されています。アジアで使用されている F-35 戦闘機の整備拠点が三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なのにもかかわらず、韓国は日本での整備を拒んでいるようです。したがって、韓国空軍の F-35 戦闘機のメンテナンスは、高い経費をかけて、はるばる遠いオーストラリアで行っているようですが、どれくらいのサイクルでメンテナンスを行っているのかは不明です。今回の F-35A 事故機については、ロッキード・マーティン社と事故原因を調査し、修理するかどうかを決めると思われますが、オーストラリアでの修理になるのではと推測されるのです。韓国空軍によると、パイロットに怪我はなく、機体にも大きな損傷はないということです。しかし、胴体着陸をしているんだから、胴体下部は大きく損傷していると思われ、大規模な修理費用がかかると思われます。となると、経費を考えて、
1機およそ97億円の戦闘機が部品取り用になるかもしれないという声も囁かれているとか。修理よりも部品取りで潰した方が経済的という考えでしょうか。F-35 戦闘機は一定の飛行時間をオーバーするとメンテナンスやエンジンのオーバーホールが必要な機体です。メンテナンス費用の節約による整備不良での事故は絶対に避けなければならないのですが、韓国が F-35 をどう管理しているのかは全くわかりません。清須基地を離陸後、戦闘機は空対地ミサイル射撃訓練へ向かっていましたが、約 330m の高度で飛行中にワシガエアインテークに衝突し、電子系統の異常を引き起こしたため、ランディングギアが作動せず、胴体着陸を余儀なくされたとされています。しかし、この説明には疑問が残ります。整備の記録や、なぜ、日本ではなくオーストラリアでメンテナンスを行っていたのかという点も含め、多くの疑問が指摘されています。また、ワシが時速 900km で衝突したという点にも疑念があり、事故の説明が不自然で信憑性に欠けるとの声が上がっています。この事故が将来の F-35A の運用やメンテナンス方針にどのような影響を与えるか引き続き注目が集まっています。